浦島太郎という心の優しい漁師が住んでいました。ある朝浜辺を歩いていると子供たちが大勢集まって何か騒いでいます。おーい、カメを捕まえたぞ。このカメ力が強いぞ。やってやろうか。殴っても平気だぞ。子供たちは捕まえたカメをいじめていたのでした。かわいそうな音をするな。どうだい、そのカメを売ってくれないか。いいよ、売ってあげるよ。浦島太郎はカメを買い取ると、さあ海へ帰るんだ。もう浜辺へ来るんじゃないぞ。優しく言ってカメを海へ逃がしてやりました。さあ次は開いてみましょう。それから何日か経って浦島太郎は船で沖の方へ釣りに行きました。魚を釣っていると大きな亀が出てきました。浦島さん、浦島さん、私はあなたに助けていただいた亀です。え、お前があの時の亀か。ずいぶん大きくなったな。助けていただいたお礼にあなたを竜宮へお連れしたいと思います。竜宮？竜宮ってどんなところだ？それは素晴らしく美しいところです。さあ、私の背中に乗ってください。浦島太郎は亀の背中に乗って竜宮へ出かけることになりました。さあ、次は開きましょう。昆布の林を抜けてサンゴの森を通っていくとタイやヒラメが出迎えに来ていました。浦島さん、いらっしゃい。浦島さん、ようこそ。これはこれは、お出迎えありがとう。どんどん進んでいくと竜宮が見えてきました。美しいところだろう。浦島さん、竜宮の中はもっともっと美しいですよ。やがて竜宮に着きました。さあ次は開いてみましょう。竜宮では乙姫様がお待ちかねでした。浦島さん、ようこそおいでくださいました。この間は亀を助けてくださって本当にありがとうございました。どうぞ踊りをご覧になりながらゆっくり遊んでください。乙姫様、ありがとうございます。竜宮のきれいな女の人やタコや魚たちの踊りは大変美しく面白いでした。なんて素晴らしいんだ。まるで夢のようだ。踊りを見たりごちそうを食べたり浦島太郎は毎日楽しく暮らしました。だんだん家へ帰りたくなりました。乙姫様、長いことお世話になりましたがもう家へ帰りたいと思います。それではお土産に玉手箱を差し上げましょう。けれどこれはどんなことがあっても開けてはいけませんよ。はい。さあ次は開いてみましょう。
浦島太郎は玉手箱を持って亀の背中に乗ると竜宮を後にしました。さようなら、さようなら、さようなら、さようなら。自分の家のある海辺に着いた浦島太郎はびっくりしました。おや、知った人は誰もいない。まるで知らないところへ来たようだ。そうだ、玉手箱を開けてみよう。浦島太郎は寂しくなって開けてはいけない玉手箱を開けてみました。すると、いやいや、煙だ、煙だ、煙ばかりだ。不思議なことに、その白い煙で浦島太郎は白髪のおじいさんになってしまいました。